社会の荒波と戦うあなたに送るお仕事カンドラ4選。いきなりですが、毎日お仕事お疲れ様です。あー疲れた、もうやってらんないわ。そんな日もあるある。もうすぐ季節の変わり目、環境が変わる大事な時期、特に新社会人になる人にはドキドキやよね。今日ご紹介するのは、そんな毎日を頑張っているみんなに送りたいお仕事カンドラ4選。仕事に対するモチベーションを爆上げしてくれるドラマや、背中を押してくれるドラマなど、ぜひ今のあなたにぴったりなドラマを見つけてね。それではまずはこちらから。その扉を叩くのは私、スタートアップ夢の扉。よろばにあせよ、どうも通りすがりのかまこと、ゆうやみにだ。ではまずライターひーこおすすめのお仕事カンドラを2作ご紹介。2020年10月から12月にかけて TBN で放送されたドラマ。こちら Netflix 独占配信なので、視聴できるのは Netflix のみです。ソウルドラマアワード2021で韓流ドラマ部門の作品賞を受賞。女性演技賞では国民の初恋スジ様が獲得されました。スジ様にとって、あなたが眠っている間にドリームハイに続き3回目のパクヘリョン氏の脚本作品。このドラマは韓国のシリコンバレーが舞台で、若者がスターとしてアップする物語なんて意味も含んだタイトル。え、他の意味があるのって思った人は必見ね。意外に知らない専門用語やビジネスヒント満載の作品よ。スタートアップとは、技術革新を通じて人々の生活や社会を革変し急成長する組織のことを指します。つまり GAFA に代表されるような、わずか数年間で数千億円の価値評価がつく会社や、数十年で世界を革変するような事業を行う会社などのこと。このドラマは将来の Google、Amazon を夢見る若者たちが集い、スタートアップ支援組織サンドボックスで夢を叶えるべく、若き起業家たちが奮闘する姿を描いた物語。スジ様演じる負けず嫌いなヒロイン、ダルミは、ある日、スタートアップ講演会に参加し、生き別れになっていた姉と再会するが、姉はなんと、若くして成功を収める起業家となっていた。かたやダルミは有能でありながら、高卒であるがために正社員になれない負け組人生。そんな姉を見返すため、そして起業間もなく、この世を去った父の意志を継ぐため、スタートアップを夢見て彼女は、サンドボックス12期生に応募することを決意する。果たして彼女は夢の扉を開くことができるのだろうか。二人の超絶魅力的な男性が、ダルミをスタートアップへ導きます。一人目のキーマン、ナムジュヒョク様演じるナムドさん。典型的理系男子で、ビジネスセンスはゼロだけど、エンジニアとしては圧倒的能力の持ち主。そしてもう一人のキーマン、キムソノ様演じるハン・ジピョン。彼は10代の頃から磨いた投資の才能で、巨万の富を築いたベンチャーキャピタルのチーム長。常にスマートでビジネスにはクールな毒舌家だけど、サンドボックスの相談役として厳しくも的確なアドバイスを与え、陰に日向にダルミの夢をサポートする。実は15年前、ドさんの名を借りダルミと文通をしていたっていう秘密の過去があり、数奇な運命によって引き合わされたこの2人の男性によって、ダルミの起業家としての才能が開花していきます。ちなみにダルミのハートを射止めるのはどっち？っていうドサン派、ジピョン派、人気が分かれ当時話題沸騰でした。そんな恋の行方ももちろん見逃せない。でもなんといっても最大の見どころは、傷だらけのサクセスストーリー。度重なる困難が彼らにどんなに痛手を負わせても、顔を上げて何度でも立ち上がる、そんな姿に本当に勇気がもらえるの。しかもビジネスシーンで生き抜くヒントが一つ一つのエピソードに盛り込まれていて、起業家ではない普通に働く私たちの心にも刺さります。これを見たらモチベーションが爆上がりするかも。新年度を迎える今こそ、たくさんの人に見てほしい作品です。絶対に放題に騙されちゃダメ。恋愛ワードを入力してください。続いて、2019年6月から7月にかけて TBN で放送されたドラマ。視聴できる主要配信サービスは Netflix、Amazon プライムビデオ、Unext、DTV、Hulu など。もうまさしく放題で損をしているタイプの作品。現代の検索ワード。実は大事な伏線なので最後まで覚えておいてね。WWW は3人のウーマンという意味も重ねてあり、イムスジョン様演じるヒロインタミと、チョンヘジン様演じるガギョン、イーダシ様演じるチャヒョン、まあ呼び名はスカーレット、その3人が織りなすオフィスドラマ。ジャンルで言えば半沢直樹系？まあだけど、ただの敵味方ではなく、一言では割り切れない関係性をおしゃれにかっこよく描いた脚本は秀逸。
インターネットポータルサイト業界1位のユニコーンでサービス戦略本部長を務める民は、急上昇検索ワードを意図的に操作したと責任を負われ、理不尽にも解雇宣告。深く傷つく民をヘッドハンティングしたのが業界第2位のライバル会社バロ。悩んだ末、創世期から必死に育て上げた我が子のような古巣を敵に回す決意をする彼女だが、果たして民のリベンジはいかがに。そしてそんな折に出会ったチャンギオン様演じるパクモゴン。どうしても仕事優先になってしまう民にとって、年下彼氏モゴンは常に甘い低音ボイスで癒してくれる、いわばオアシス。民はモゴンに対して勝手すぎるかもしれないけど、バリキャリ女子にとっては都合良すぎるほど理想的で、年下彼氏モゴンの恋の行方もスパイスとしてはグッド。痛快なのがヒロイン民とユニコーン代表理事ガギョン、バロの子山スカーレット。この3人の複雑に絡み合った立場と互いに曲げられない信念で、刺しつ刺されつするストーリー展開。そしてここがミソなんだけど、それぞれの背景や人となりまで丹念に綴られてるから、誰が正しい誰が悪いっていう単純な白黒ではないの。たまたま利害が対立してるっていうだけで、誰もが必死にベストを尽くしているから、3人とも共感を持って視聴を進められるのよね。それからそれぞれのパートナーとの関係もしっかり描かれているので、応援したくなる気持ちもどんどん高まるっていうわけ。スポーツでもいいライバルって必要じゃない？彼女たちもビジネスという大海原を共に旅する同志として、リスペクトし合える関係に育っていくところが面白い。しかもポータルサイトといえば、日本で言えば Google や Yahoo など、そんな業界を描いているので新鮮だし、とにかくおしゃれ。オフィスはカフェのような仕様で、社員はイングリッシュネームで呼び合い、上下関係なく全員が敬語というオープンな社風。そして理解ある上司と見事な組織力。これだけ揃えば働く女性から強い支持を得られるのは間違いない。もちろん情報操作や政治介入、デマの拡散、プライバシー侵害問題など、情報化社会を生きている我々に普遍的なテーマも扱っているので、性別問わずあらゆる世代の方におすすめしたい作品。彼女たちの活躍劇をぜひ一度鑑賞して。この面白さ。逆転満塁ホームラン級ストーブリーグ。続いてライターネットフリ主婦おすすめのお仕事カンドラを2作ご紹介。2019年10月から2020年2月にかけて SBS で放送されたドラマ。視聴できる配信サービスは U-NEXT、Hulu、DTV など。スポーツドラマはヒットしないと言われていた韓国で、社会現象を巻き起こした大ヒット作。視聴率は初回 5.5% から毎回右肩上がりに上昇し、最終話では驚異の 19.1% を記録。愛の不時着、キングダム2という名作を抑え、2020年ペクサン芸術大賞で作品賞を受賞。タイトルになっているストーブリーグとは、シーズン終了後、球団がチーム強化に取り組む時期で、選手の年俸交渉、移籍、スカウトなどが行われます。プロ野球チームドリームズは4年連続最下位という成績や、チーム内での派閥争いなど、様々な問題を抱えている逆小球団。そんな打つ手なしのチームに新しく GM として就任したのがナムグンミン様演じるペクスンス。なんと彼は野球未経験。しかし担当したスポーツチームを必ず優勝に導くという優勝請負人の異名を持っていた。就任早々人気4番打者のトレードを発表するという大胆な革新を進めるスンス。チームスタッフ、選手、フロント陣と対立するスンスは、果たしてチームを優勝させることはできるのか。野球興味ない、どうせスポコンドラマなんでしょって思ってるあなた、ノンノンノン。このドラマ、野球をするシーンはほとんど出ません。メインはあくまでも球団を支えるスタッフや選手の奮闘を描くヒューマンドラマなの。魅力は何と言っても主人公スンスの問題解決能力。組織に根付いた海を出すため、改革に取り組むスンスの前に次から次へと立ち塞がる問題。しかし、綿密な調査で叩き出したデータを、プレゼンや交戦術を使って解決に導く姿は、まさにビジネスパーソンのお手本。スンスのクールでロジカルな仕事の進め方はとにかく痛快。毎回スカッとする。どんな状況でもスンスやチームスタッフが、精一杯仕事に取り組む姿に勇気をもらいっぱなし。今頑張って仕事をしているあなたもきっと共感すること間違いなし。もちろん野球好きの方はさらに楽しめます。元プロ野球選手で現在は解説者や YouTuber などマルチに活躍する里崎智也様が、全てがリアル、めちゃくちゃ面白かったと大絶賛。
長年プロ野球ファンの私は日韓の違いを知れて大変興味深かったです。そしてこのドラマ、ラブストーリーは一切なし。1話30分という見やすさで男性にもおすすめ。イテウォンクラスでカンドラの魅力に気づいたけど、イテウォンみたいな胸熱なドラマに出会えないと思ってるそこのお兄さん、ぜひそんなあなたにこそ見てほしいドラマなんです。心揺さぶる人間ドラマにビジネス要素が加わったストーブリーグ、社会人の方はもちろんのこと、何かを頑張っている全ての方におすすめしたいドラマです。普通の日々を精一杯生きるあなたへ送ります。2000。最後に2014年10月から12月にかけて TBN で放送されたドラマ、視聴可能な配信サービスは Netflix、Unext、Hulu、DTV など数々の賞レースに輝き、未成シンドロームと呼ばれる社会現象を巻き起こした超話題作、たくさんの汗、涙、笑顔が詰まった人間味あふれるヒューマンドラマです。日本では2016年にホープ期待ゼロの新人社員というタイトルでリメイク、学歴社会、ハラスメント、汚職、社内政治、ワーキングマザーなどサラリーマンの現実や日常をリアルに描き、全ての世代の共感を呼びました。主人公は幼い頃から囲碁のプロ棋士を目指していたイムシワン様演じるグレ。将来を期待されていたグレだったが、父親の他界をきっかけに夢を絶たれ、家計を支えるためバイトに明け暮れていた。ある日そんなグレに転機が訪れる。なんと母のつてで大手総合商社にインターンとして入社することに。しかし高卒で26歳まで社会人経験のないグレは、コピーの取り方や電話対応もままならない。慣れない環境で苦労しながらも、囲碁で培った力と努力を武器に奮闘するグレは、正規採用をかけた試験に挑む。果たしてエリート揃いのインターン生の中、グレは競争を勝ち抜くことができるのか。タイトルにもなっている未遷とは囲碁の用語で、まだ再生の余地がある石を意味するもの。物語序盤のグレは今はまだ弱い存在だけど、今後どうなるかわからないというまさに未遷そのもの。新入社員時代は辛いことや壁にぶつかることも多いよね。だけど自分の努力次第で変えていけることがある。たとえ出遅れていても、一歩一歩着実に進むことで開ける道がある。グレの奮闘する姿はぜひ新社会人の皆さんに見てもらいたい。またグレの上司、先輩、同期など、一人一人の苦悩や葛藤も描いています。それは朝起きて、出社して働いて、時にはお酒を飲んで帰宅するっていう、私たちと同じ日常を送る人たちのドラマ。だからこそ、ああこういうことってあるよねっていう共感の嵐なんです。そしてリアルな日常を描いているっていうことは、見ていて辛くなる描写も多いんです。今日紹介した4作品の中では一番見続けるのが辛い作品かもしれない。実際私も何度も挫折しそうになりました。それでも見続けていた理由は、あらゆる場面で登場する名台詞がとにかく心に響きまくったから。背中を押される励ましの言葉から、気づきをくれる言葉まで、心に残り続ける名台詞が盛りだくさん。疲れたあなたの処方箋となってくれる言葉がきっとここにはあるはず。2014年放送と新しい作品ではないけど、いつまで経っても色褪せない名作。このドラマは会社という組織で日々懸命に生きるあなたの物語でもあるのかもしれません。いかがだったでしょうか。本日は厳しい社会でも背中を押してくれるお仕事カンドラ4選でございました。私も特に今回の中だったら未遷が人生ドラマの一つなので、これから社会人になる方はもちろんなんですけど、今何かしらね、社会に属して生活しているもう全ての皆さんに見ていただきたい作品の一つです。みんなのおすすめお仕事カンドラもコメント欄でぜひ教えてくださいね。ということで、3月週2投稿最後の動画でございました。みんな楽しんでいただけると嬉しいわ。それでは次回は、今日韓ともに話題沸騰中のあのドラマから、国民のお楽しみに。バイバーイ。